神社は、宇和島市街地の北端、釜江城跡に鎮座する。金寄りを慕う領民たちは、密かに、城北、森安の八面荒神の境内に彰子を設けて、金寄り一族の霊を祀った。その後、金寄り殺害に関与した者が落雷、海難などにより次々と変死するなど異変が宇和島に巻き起こった。また、金寄りの無実も判明したため、1653年、秀宗は金寄りを祀る神社を創建し、山来和霊神社と称した。その後、参拝者が増大し、社域が狭隘になったことから、社地は向山、ついで森安へと移った。さらに第4代藩主である、伊達村年治世の1731年3月27日には、和霊社官下をも津王英、在野につけ、尾関兵衛門右奉行冷やおぐつけ工事となり釜、工場跡の一角に社地が再び移されることとなり、1735年に現在地に遷座した。1919年に県社に列した。1953年に、神社本庁の別表神社に加列された。1945年に空襲で焼失されたが、1957年に見事再建された。当社の分霊を祀る神社が四国、中国地方を中心に日本各地にある。社葬は1974年に市の天然記念物に指定される。1月2日3日には刀剣武術の居合の奉納が行われる。7月23日24日の例祭は、和霊大祭と呼ばれる。ありがとうございます。